ダウントンアビーはジュリアン・フェローズによって制作されカーニバル・フィルムズとマスター・ピースによって共同制作された歴史時代劇テレビドラマ。2010年9月26日にイギリスの ITV で放送が開始され2011年1月9日にアメリカ合衆国の PBS でマスター・ピース・クラシック名作集の一環として放送された。 2015年12月25日に放送終了。なお、日本国内での放送では、スターチャンネルで一時期に使用された放題は、ダウントンアビー貴族と、メイドと相続人であった。NHK での放題は、ダウントンアビーレーナル、英国貴族の館であった。2019年9月13日、同年9月20日、2020年1月10日に、映画版が公開された。 イギリスでは2010年9月26日からシーズン1の放送が開始され、2015年12月25日にシーズン6をもって終了した。通常回のほか、シーズンごとの最終回となるクリスマススペシャルを含め全部で52エピソードが放送された。ドラマの舞台は1912年から1925年のイギリス・ヨークシャーの架空のカントリーハウスである。 ダウントン・アビーで当時の史実や社会情勢を背景に物語は進む。エドワード朝時代以降の貴族、グランサム伯爵・クローリー家とそこで働く、使用人たちの生活を描いており、歴史上の出来事が彼らの生活やイギリス社会階層に影響を与える。各シーズンごとの時代設定は以下のようになっている。ダウントン・アビーはテレビ評論家から賞賛を得て、 ゴールデングローブ賞、テレビドラマ部門作品賞、ミニシリーズテレビ映画部門や、プライムタイムエミー賞作品賞、ミニシリーズテレビ映画部門を受賞。ギネス世界記録には、2011年の最も高い評価を受けた、イギリスのテレビシリーズとして認められた。プライムタイムエミー賞の歴史上最も候補を獲得した国際的なテレビシリーズになった。 ITV と PBS の両方で最も視聴されたテレビシリーズであり、1981年のテレビシリーズ情愛と友情以来最も成功したイギリスのコスチュームドラマシリーズとなった。第3シーズンでは世界で最も広く視聴されているテレビドラマ番組の一つになった。ワクローリーや出身者。太字はドラマ登場人物を表す。 生及び生死はシーズンを終了時のもの。制作会社のカーニバルフィルムでは、エドワード長期のカントリーハウスでのドラマの構想を持ち、同時代の貴族と使用人を描いたゴスフォードパークでアカデミー客本賞を得ていたジュリアン・フェローズにアプローチした。フェローズは当初ゴスフォードパークと類似の作品に抵抗を示したが、数週間でシーズン1の骨格を作り上げた。 フェローズが脚本を書き、妻のエマが非公式にストーリーの監修者となった。サリー州のバイフリーとマナーハウスがバイオレットクローリーの家として撮影された。カントリーハウスのダウントンアビーはヨークシャーにある設定となってる。ダウントンアビーの屋内シーン及び館を背景とした野外シーンはハンプシャーのハイクレアカーセルで撮影されている。 ハイクレアカースル城主のカーナーボン伯爵はフェローズの友人でもあり戦争中の病院への転用など城と伯爵家の歴史はドラマのストーリーのヒントとなっているダウントン村の屋外シーンはオックスフォードシャーのバクストン村で撮影されている第一次世界大戦の残豪による戦闘シーンは歴史ドラマ及びドキュメンタリー撮影用に設営された サフォークの専用残酷施設で撮影された。その他、多くの歴史的景観において、数々のシーンが撮影されている。イギリスのイングランド北東部、ヨークシャーのダウントン村にある、カントリーハウス、ダウントンアビー。その所有ののロバート・クローリーは、グランサム伯爵であり、クローリー家の当主である。彼には、先代グランサム伯爵夫人である母、バイオレット、 アメリカ人富豪の娘である妻コーラ、妻との間に誕生した長女のメアリー、次女のイーディス、三女のシビルの三人の娘がいる。当時の法律では、最近縁の男系男子一人のみに借位と財産のすべてを相続させる原始相続性が定められていたため、ロバートの後継者はいとこのジェームズであり、娘たちは借位も財産も継ぐことはできなかった。 そこで長女のメアリーは、ジェームズの一人息子パトリックと婚約し、財産と借位は子孫が継承する予定であった。1912年春、タイタニック号沈没事故によって、ジェームズとパトリックが死亡したとの一方がダウントン、アビーに届く。グランサム伯爵家の財産と借位は、G の相続人である、中流階級出身で、当園の青年弁護士。 マシュー・クローリーが継承することになる。突然の法を受けて、母親のイザベルと共にダウントン村へ、しぶしぶ移住したマシューは、初めのうちこそ、貴族の風習に反発を覚え、これまでの生活を変えず、家督の相続も回避しようとする。しかし、マシューは、当主としての職務を全うしようと努める伯爵、ロバートの人柄に触れ、領地管理の仕事に携わる中で考えを改め、また、 木ぐらいの高いメアリーとも惹かれ合っていく。クローリー家の人々が相続をめぐって慌ただしく動いていた頃、ダウントンアビーの使用人たちの間にも新たな動きが生じる。ボーア戦争の時にロバートの重卒を務めた元軍人のベイツが使用人として雇用され、従者に任じられたことがその引き金となる。ベイツは羊のカーソンやメイド長のアンナと信頼を育み、 第一下僕のトーマスや次女のオブライエンと反目する。マシューはメアリーに求婚するが、コーラが第四子を妊娠したために、後継問題は複雑になり、メアリーは返事を引き伸ばす。結局、コーラは不慮の事故により流産するが、メアリーの態度に不信感を抱いたマシューは、ダウントンを離れ、イギリス陸軍に志願入隊する。1914年8月5日、 ダウントン・アビーでガーデンパーティーが行われる最中、イギリスとドイツの間で戦争が開始したとの一報が届く。1916年、戦争は長期化していた。マッシューは医療隊に志願していた下僕のトーマスと、孫部の戦いの戦場で再会する。三女のシビルは看護婦として、傷病兵の世話をする。マッシューが弁護士の娘ラビニアと婚約する一方、 メアリーはマシューへの思いが捨てられないまま、新聞社主のリチャードと婚約する。ベイツはアンナと恋仲になるが、別居した妻からメアリーの修分を種に脅迫されてダウントンを去る。メアリーはリチャードの力で修分を抑え込む。シビルはアイルランド出身の運転手ブランソンと恋に落ちて、結婚を宣言し、家族を驚かせる。 出生していた第二下僕のウィリアムは戦闘で重傷を負い、瀕死の床で厨房メイドのデイジーと結婚する。マシューは戦場で受けた負傷により、下半身不随となるが、奇跡的に回復する。1918年11月、戦争が終結した直後、スペイン風邪が流行して、ラビニアの命を奪う。トーマスは人手不足となったダウントンに復帰する。ベイツは、 アンナと結婚するが、元妻が変死したため、殺人罪で逮捕されて死刑判決を受ける。1920年、メアリーはマシューと婚約し、ベイツは終身刑に減刑される。1920年、メアリーとマシューは結婚する。シビルを同伴させて、アイルランドに帰国していたブランソンは、アイルランド独立戦争の最中に、貴族の館の放火容疑をかけられる。 白爵の尽力により逮捕は回避されるが、帰国が不可能となり、シビルと共にダウントンに居住し始める。次女イーディスは父親より年上の男と婚約するが、結婚式で花婿に逃げられる。白爵ロバートは無謀な投資で妻コーラの持参金を失い、ダウントンは財政危機に見舞われる。 マシューが亡き婚約者ラビニアの父親から相続した財産を投じて危機を逃れ財産の半分を所有することになる。シビルは妊娠し、ブランソンとの間に第一子の女児を設けるが出産の直後に三熟子を遂げる。ブランソンは誕生したばかりの娘と共にダウントンに泊まり、マシューと領地の管理を行うことになる。ベイツは妻アンナの助力により、 無実の証拠を得て釈放される。同性愛者であるトーマスは、男色の罪で逮捕されそうになり、ベイツの尽力で逃れる。メアリーは、第一子の男児を出産するが、自動車を運転していたマシューが、交通事故で突如、死亡する。1922年、マシューの死から半年が経っている。メアリーは、マシューの死を投げて、殻に閉じこもるが、羊のカーソンの助言で立ち直る。 マシューの遺言状が発見され、息子が成人するまでマシューの所有分の領地の管理はメアリーに任される。メアリーはブランソンの助けで領地の経営に参加する。メアリーにはギリンガム教徒チャールズ・ブレイクの二人の旧婚者が現れる。イーディスは既婚者のグレッグソンと交際関係を深めて妊娠する。だが、グレッグソンはドイツで失踪し、イーディスは秘密裏に、 スイスで娘を出産して養子に出す。ロバートのいとこの娘のローズがダウントンに同居し始め、奔放な行動で周囲を心配させる。マシューの羊拳銃者であったモールズリーは失職した後に白爵の下僕として再雇用され、次女のオブライエンは退職し、ダウントンを退去する。アンナはギリンガム教の従者であるグリーンから暴行を受けるが、オットゲーツが、 暴行犯に復讐することを恐れて沈黙する。アンナに避けられるようになったベーツは真相を知り、暴行犯は不自然な死を遂げる。コーラの次女となった元メイドのエドナが再びブランソンに、イーヨルが家政不調のヒューズに解雇される。1923年夏、バッキンガム宮殿でのジョージ5世国王夫妻やエドワードを対し始めイギリス王室一家への 上流階級の若年女性のお披露目のパーティーに、ローズとクローリー家が参加するのを控え、グランサム家と使用人のほとんどは、ロンドンの屋敷に滞在する。1924年、ブランソンは、社会主義者の女性教師バンティングと信仰を深める。料理人助手のデイジーは、形式的に結婚した、亡きウィリアムの父から、将来的に農場を相続するよう頼まれたため、 バンティングの指導で勉強を始め、社会や政治に関心を持つ。執事のカーソンはダウントンの村人から戦争記念非婚流の委員長就任を求められる。料理人のパッドモアは相続した遺産で家を買い、引退後には宿屋の経営を計画する。この計画に刺激を受けたカーソンとヒューズは宿屋共同経営のための家を探す中でお互いの気持ちを知り、 結婚の約束をする。警察は謎の死を遂げたグリーン殺人容疑でアンナを逮捕する。アンナを釈放するため、ベイツは偽の自白をして逃亡するが、次女のバックスターと下僕のモールズリーが尽力して、ベイツの無実を証明する。メアリーはギリンガム京都リバプールのホテルで一週間を過ごすが、求婚を断る。バイオレットはロシアから亡命した元恋人のクラーギン。 公爵の行方不明の妻を探し出す。イザベルはマートン男爵に求婚され一度は承諾するが、今日の息子たちの反発を受けて断る。ローズはシンダービー教の息子アティカスと親しくなる。アティカスがユダヤ人であるために、ローズの母は反対するが、二人はロンドンで結婚式を挙げる。クレッグソンの死が確認されてイーリスは出版社を相続し、 娘のマリーゴールドを幼女とする。ブランソンは娘のシビリを連れてアメリカ合衆国にいるいとこのもとに移住する。1925年、制度や社会情勢の変化で多くの貴族の財政が破綻する中、クローリー伯爵家も使用人の削減を検討し、副執事のトーマスは新たな職を探す。モールズリーは辞職して小学校の教職に就く。イーディスは 出版社の経営に深く関わるようになる。バイオレットとイザベルは地元の病院の買収をめぐって争い。コーラがイザベルの味方につく。グリーンの殺人事件は解決し、アンナは不育症治療を受けて妊娠する。カーソンとヒューズの結婚をみんなで祝ってイザベルはマートン男爵と結婚する。メアリーは地位も財産もないカーレーサーのヘンリーと結婚する。 イーディスの交際相手のバーティーが親戚の公爵位を継ぐことになり、大晦日に結婚式が行われる。カーソンは引退し、トーマスが後の出自を引き継ぐ。アンナが無事に第一子の男児を出産する。俳優ランのッコ内は日本語吹き替え声優。クローリーや使用人その他日本では2011年秋からダウントンアビー貴族とメイドと相続人として、 スターチャンネルで放送が始まり、2016年10月までに、全シーズンが放送された。2014年春から NHK 総合テレビジョンでも、2015年夏からは、アクスンミステリーでも放送され、また、Hulu と Netflix で配信もされた。服飾ブランドのラルフローレンは、2012年秋冬、コレクションのテーマに、ダウントンスタイルを掲げており、 デザイナーはこのドラマからインスピレーションを受けたと語っている。2018年7月13日、映画の制作が発表された。撮影は2018年の夏から始まり、イギリスでは2019年9月13日に公開され、アメリカ合衆国では2019年9月20日に、日本では2020年1月10日に公開された。脚本はジュリアン・フェローズが担当し、 ドラマシリーズの最終回の1年半後である1927年でのイギリス国王ジョージ5世とメアリー王妃夫妻のダウントンアビー訪問を描く。ありがとうございます。